ひらめきラボ。皆さんおはようございます。ひらめきラボ松丸亮吾です。今日の問題はこちらです。はい、正解です。はい、皆さん今日の問題どうだったでしょうか。ちょっとね、ここの漢字が難しいよね。習ってはいると思うんだけど、もしかしたらちっちゃい子たちでもピンとこなかったかもしれない。ぜひこの機会に覚えてほしい漢字だと思います。この問題はまずこの点がポイントなんだけど、うから始まる動物って結構限られてきます。で、この上にはみ出す点があるものといえば、これ牛ですね。牛を漢字で表すとこうなります。で、残った部分、これ見てみると午前の午になってるので、こっちにも午前の午が入るってわかるんですが、じゃあこれを漢字一文字で動物で読むときって、これ干支なんですよね。干支で馬を表すときにこの漢字を使います。ということで、これで全ての丸が埋まったので、下に当てはめるとシマウマということで、正解はシマウマでした。ひらめきラボ。はい、ということで今日の目覚まし謎解き、皆さんいかがだったでしょうか。このチャンネルでは週に平日2日、謎解きの問題を出しています。朝7時から早いと朝6時半ぐらいに投稿していますが、ぜひ通知をオンにしてお楽しみいただきたいです。チャンネル登録と通知のオンよろしくお願いします。そして概要欄にも書いてありますが、僕の公式 LINE に、登録してもらえる僕の公式 LINE を登録してもらえると、LINE で投稿されたタイミングで連絡がいくようになります。答えを送るとちょっとしたやり取りも楽しめるようになっていますので、ぜひ皆さん公式 LINE の登録もよろしくお願いします。ということで、皆さん今日も学校仕事頑張っていってらっしゃい。それでは皆さんまたね。頑張って。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。皆さんからの問題も Twitter などでお待ちしております。じゃんじゃんつぶやいてください。